昔からあの、なんかやな、あれが、なんだっけな、この、音程を合わせるのを、あ、チューニング。チューニングっていう言葉も、チューニングっていう言葉すら、忘れている。チューニングが変だなんてよく言われてきたんだけど、本当のチューニングの道具を、使ってないし、なんか適当なんだよ。だから今のこれも外れてるかもしれない。野の仏、吉田拓郎。この頃さっぱり釣りはダメですと小雪くんが言う。昔はこんな大物と両手を広げて野の仏笑ったような笑わぬようなここにはいっぱい野鳥がいますねと小雪くんが言う。そらそら浮きにあたりが来てるよと教えてあげたいけど野の仏笑ったような笑わぬようなあ、また再開しましたね。ぽっかり浮かんだ根なし人生ですよと小雪くんが言う。彼はずっと喋ってるんだね。ほら魚が逃げちまうよ。野の仏笑ったような笑わぬような船の病気が広がりましたねと小雪くんが言う。昔はこんな昔の船は健康でしたねと寂しそうな顔して野の仏笑ったような笑わぬようなぼくは野の仏になるんですよと小雪くんが言う。だけどこんないい男ではと顎など撫でながら野の仏今度は確かに笑いました。野の仏今度は確かに笑いました。これサビのところで教えてあげたいけどって C に来てその後に
何だっけ、 C7 っていうなんか微妙なコード、それがいい味出してね、なかなかその C から C7 へのチェンジが難しい。教えてあげたいけど、この微妙な、さっき最後の方で、あれなんだっけ、わら、あれ確かに、あれ顎などを撫でながらの後の C7 が抑えきれなくて、撫でながら、のの仏ってこの微妙なコードをつけるあたりが拓郎の小技があの頃はいいなと思って、妻の秋、イカ釣り船が帰ると低いわこれ、イカ釣り、イカ釣り船が帰ると小さなおかみさんたちがエプロン姿で防波堤をかけてくるよ。妻の朝は眠ったまま、向こうの浜じゃ大きなイカが手すくえるんだよ。おかみさんは待っている、亭主の自慢話をね、黙ってイカを笑う亭主に相づち打ってね。沖の島は逃げるとこなし、盗人だってここじゃどこにも隠れられない。海の機嫌を取ってきた妻のおかみさんたち、人あれ釣りゃ一年も老けてきた。明日の朝は去ってしまおう、だって僕は怠け者の渡り鳥だから。この曲で俺は初めて妻という地名を知った。トマンと書いて妻と呼ぶ。沖という島の港町の名前らしいね。沖島の妻。人間なんてラララララララララ、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 人間なんてラララ、どこまで続けんだよ。人間なんてララ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 ラ、何かが欲しいよいら、それがなんだかはわからない。だけど何かが足りないよ、今の自分もおかしいよ。空に浮かぶ雲は
いつかどこかへ飛んでいく。そこに何かがあるんだろうか。それは誰にもわからない。人間なんてララ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 、人間なんてララ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 、人間なんてララ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 。この人間なんてラララララってメロディーラインがすごい綺麗だなと。昔住んでた大昔、二十歳か21の頃住んでたアパートでフォークギターを買い始めた頃で、拓郎の真似をしてアパートの部屋で、まあ近所迷惑だったんだけど、壁一枚隣に OL が住んでたり、すごい昔風のアパートだったから筒抜けなんだけど、で俺が2階の部屋でそのギターをかき鳴らして、拓郎の夏休みを弾いてたわけ。1階の斜め下、真下の隣の部屋に、なんか店でロックバンドやってて、そのエレキギター弾くロックミュージシャンがアパートの下に住んでて、で俺のそのロックミュージシャンと外で会ったことがたまたま、あこの間あの上であのフォークソング歌ってましたよねってそいつが言うから、はい、いつもうるさいでしょってすいませんねって言ったら、でその人ロック好きなんだけど、仕事でロック弾いてるから、フォークなんか聞かないでしょって言ったら、あのフォークはあんまり好きじゃないけど、夏休みって歌だけはすごくいいですねってその人が言ったのも未だに記憶になって、あのジャンルそれぞれ好き嫌い、ロックだフォークだってあるんだけど、ジャンル飛び越えてもあの歌はいいねっていう、そういうのがあるんだなと、すごいその一言がね印象に残ってるんだけど、っていうことで夏休みを歌おうかな。これは元気ですに入ってるもっと凝った、アレンジのもいいんだけど、最初にこれを弾いた聴いたのがアルバムのライブアルバムで、吉田拓郎とミニバンドでやってて、すごいなんかアレンジもダサいんだけど、そのチャン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 って弾き方の夏休みが俺は一番好き。帽子はもう消えた、田んぼのカエルはもう消えた、それでも待ってる夏休み、姉さん先生もういない、綺麗な先生もういない、それでも待ってる夏休み、絵に気つけてた夏休み、花火を買ってた夏休み、指折り待ってた夏休み。
こう言った。あの時逃がしてあげたのに、一人で待ってる夏休み。スイカを食べてた夏休み。水まきしたっけ夏休み。ひまわり夕立セミの声。これ歌うときにもう何度も言ってんだけど、これも短い、こうワンコーラス短くって、夏休み夏休みって最後夏休みで終わるんだけど、それでも待ってる夏休み、2番がそれでも待ってる夏休み、指折り待ってた夏休み、一人で待ってる夏休みで、5番になって夏休みで終わらないんだよね。ひまわり夕立セミの声って、この末尾だけは夏休みって終わらないの。この最後の一行の構成がもううまいよな。つまりさ、風物詩を全部歌ってるわけよあの花火だ、田んぼのカエルだ、なんかスイカだとか、夏休み夏の関係の言葉を並べてるんだけど、最後はひまわり夕立セミの声で、まだまだ続くよと、夏の思い出の単語はまだ他にいっぱいあるんだよという余韻を残しながら、セミの声で点々点っていう感じで終わってるという、その最後だけ夏休みって言わないところが、ああ拓郎って詩人だなとってなことを毎回言ってそうそう、結構初期の頃は自分で作詞してたのが多かったよね。でそのうちに他の歌謡曲のアイドルとかにもいっぱい曲提供するようになっちゃって、要するに仕事がわーっと集中的に来たので、メロディーはたくさん作れるけど、そうそう詩の素材って湧いて出るもんじゃないから、じゃあ歌謡曲歌手に向ける曲はこの人に、松本隆とか北条にとかで、自分の歌う歌もなんか自分が歌って似合うような歌詞を岡本に、歌詞はみんなこう、みんなでもないけど結構作詞を人にオファーして、メロディーは自分で作る。でも聴いてる人にとってみたら、落葉にしろ何にしろみんな拓郎の中から湧いて出てるような風に聞こえるから、岡本とか詩がうまいから、拓郎が歌っても違和感のないような歌詞を書くもんで、うん、そういうことによってまあ分業して多作できたんだろうなと。逆にだからその詩を他の人に委ねたっていうのはいい戦略だったかもしれない。あのままずっと夏休みとか、ああこれが青春とか、ずっと拓郎自身が作詞していったら、まあそれでもいい曲残せたんだけど、違う展開、その後の拓郎の全盛期はもしかしたら来なかったかもしれない。やっぱりそのポイントがあれだよね、一般受けしたあの旅の宿だよね。旅の宿、結婚しようよは自分で作詞作曲で、その後に出した旅の宿が岡本治美作詞、拓郎作曲、そして入門美咲も同じコンビで作って、そういう岡本治美と組んだことによって拓郎の世界がこうシェアが広がったっていうか、あれで一フォークシンガーじゃなくなったメロディーメーカー作曲家として名を成せたのも、
他の作詞家と組んだことによって多作ができたってことなんだろうな。で、自分の例えば自分で作詞したら森進一にはとても合わない歌になっちゃうかもしれないけど、岡本が作るとエルボ岬ができたわけだし、雪沙織のルームライトもできたわけだし、キャンディーズにまで書いちゃったりね、優しい悪魔なんか拓郎が作詞してたらもっと拓郎節の歌詞になっちゃったらキャンディーズに合わなかったりして、あれは誰だっけ、松本か北条かな、そこら辺かな。また喋ってるとどんどん時間過ぎちゃうので、さらにあもう21分イメージの歌、これこそはと信じれるものがこの世にあるだろうか、信じるものがあったとしても信じない素振り、悲しい涙を流している人は綺麗なものでしょうね、涙をこらえて笑っている人は綺麗なものでしょうね、男はどうして女を求めてさまよっているんだろう、女はどうして男を求めて着飾っているんだろう、いい加減なやつらと口を合わせて俺は歩いていたい、いい加減なやつらも口を合わせて俺と歩くだろう、戦い続ける人の心を誰どもが分かってる、誰もが分かってるなら、戦い続ける人の心はあんなには燃えないだろう、傷つけ合うのが怖かった昔は遠い過去のこと、人には人を傷つける力があったんだろう、吹き抜ける風のような俺の住む世界へ一度はおいでよ、荒れ果てた大地にちっぽけな花を一つ咲かせておこう、俺もきっと君のいる太陽のあるところへ行ってみるよ、そしてきっと言うだろうそしてきっと言うだろう、来てみてよかった君がいるから、裏切りの恋の中で俺は一人もがいている、初めから騙すつもりでいたのかい僕の恋人よ、古い船には新しい水夫が乗り込んでゆくだろう、古い船を今動かせるのは古い水夫じゃないだろう、なぜなら古い船も新しい船のように新しい海へ出る、古い水夫は知っているのさ新しい海の怖さを、一体俺たちの魂のふるさとってのはどこにあるんだろうか、自然に帰れっていうことはどういうことなんだろうか、誰かが言ってたぜ俺は人間として自然に生きてるんだと、自然に生きてるってわかるなんて不自然なんだろう。
孤独をいつの間にか寂しがりやと勘違いして、キザなセリフを並べ立てる、そんな自分を見た。悲しい男と悲しい女のいつもの独り言、それでもいつかはいつものように慰めている。長いわこの曲。早いな、それにしても時間が。じゃあまたこれ一旦切ろうかな。また切って、なんだっけ、この画面を画面のナンバリングを変えて、もう一回続きやろうかな。一旦切ります。